ございます。7月第1週の礼拝、先週はですね、今年前半の最後の日曜日ということで、明石会をいたしました。来られなかった方も多くいらっしゃいますけれども、それぞれの恵みの証、感謝をですね、一言ずつ語っていただいて、感謝したものも、また聞くものもですね、大変恵まれた礼拝をすることができました。今日は一緒に喜ぶというテーマでお話をしたいと思います。交わりの礼拝ですね、この第1週は交わりの礼拝ということで、コミュニケーションであるとか、あるいは人間関係であるとか、あるいは感情の問題であるとか、そういうことを取り上げてお話をしておりますけれども、先月の第1週はですね、この怒りということについてお話をいたしましたけれども、今日のテーマは喜びということであります。私たちは主から変わりない喜びを与えられている、永遠の命の希望が与えられてですね、いかなる時にも変わらない喜びが神様から与えられているわけですけれども、そういうその変わらない喜びということとともにですね、日々の生活の中で、いろいろな心の変化ですね、感情というものが、あるわけですけれども、今日はそういうことについてのお話ですが、まず聖書をお読みしたいと思います。ルカによる福音書の15章8節から10節をお読みいたします。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を掃き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。有名な例え話でありますけれども、銀貨10枚を持っている女がいてと、へそくりをしてたんでしょうかね。このドラクメ銀貨が、今の日本のお金の価値でね、どれぐらいかということはあまり正確にはわからないんですけども、1枚10万円ぐらいの価値があったんじゃないかなと、思われるんですね。結構貯めてますこの人ね。主人公が女という、女性というところがね、ミソかなと思いますけども、ですからこれ1枚なくしただけでも大変なことですよね。で、これをもしなくしたとすれば、灯火をつけ家を掃き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。これは当然のことですね。皆さんも大切なものをなくされた時には、見つけるまで一生懸命、これを機会に掃除をするというようなですね、こともありますね。私もしょっちゅう鍵がないとか財布がないとか携帯がないとかあれがないとかこれがないとかですね、一日に一回はあるんですね。もう女房もすっかり呆れておりますけども、またないのみたいなことに、でも意外に財布をなくしたことは人生一度もないんですね。私の自慢なんですよ。家の中にどっかにあったり、車の中に入れ忘れたりするんですけど、完全に失ったことはないというのがですね、自慢なんですね。自慢すると多分もうこれが最後になって、今週なくすかもしれませんけれども、もう見つけたらですね、これは当然大喜びですね。もともと持っていたものですからあって当然ですけれども、これがなくなった、一生懸命に探して見つかった時の喜びというのは、これは当然ひとしおだと思います。でもこの人は、見つかった時に小さなガッツポーズを部屋の隅でやったというわけではないんですね。なくした銀、見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、近所の女たちを呼び集めて、近所の女たちというところがまた面白いんですけども、
見つかった、ね、一緒に、なくした金庫を見つけましたから一緒に喜んでください、ね、一緒に喜ぶというのはどうでしょうか、ただ喜んでというだけじゃないと思うんですよね。まあ多分なんか振る舞ってね、こう見つかったのよって言ってですね、なんか美味しいものでも作ってみんなで、ということはせっかく銀貨見つかってもですね、その中からまた減ってはいくことでしょうけども、でも彼女にとってはこれはそのお金では買えられない、本当に大切なものだから、その喜びをみんなと一緒に共有したい。でこの話はその見つかったものがなくしたものが見つかった時の喜びというテーマなんですけれども、実はこれは一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがあるという、つまり、この銀貨というのは一人の人間を表しているんですね。一人の人が神の元から離れて、罪の中にあった。でもその人が、神の元に立ち返る時、それはただその人にとって喜びというだけではなくて天国で喜びがあるんだ。神様がそして天使たちが大喜びして天国で大宴会が催されているんだと。それほどこの一人の人が神のもとに立ち返るということは神様って嬉しいことなんですよって、まあ、そういう話なんですね。で、まあ、今日のテーマはですね、この一緒に喜ぶということなんですけれども、この、まあ、最近この感情の話をよくしておりますけれども、感情というものは人間が生まれつき持っているものだと言われているんですね。喜びとか恐れとか怒りとかですね、悲しみとか、そういうものはこのもう赤ちゃんがもともと持っているというんですね。ですからその証拠にですね、もう 2,3 ヶ月の小さい赤ちゃんでも嬉しそうな顔をしたり苦しそうな顔をしたりするんですね。寝てる時にニコッと笑ったりしたりしますね。で、そういうものがだからこう生まれつき持っていると。しかしですね、この感情を誰かが それに応えてあげないと、なくしちゃうんだそうです。今いろいろ虐待とかね問題になってますけど、その親が子供を虐待したりして、つまり子供の喜びを親が奪ってしまう、あるいはその喜びを返してあげなくなるとですね、喜べなくなっちゃうんです。それはかつてですね、その猿に育てられた子供とか狼に育てられた子供とか見つかってるんですけど、そういう子供たちはですね、喜びの表情がない。もともと持っているのにそれを周りの人が育ててあげないと育たないんだそうです。不思議ですね。ですからやはり小さい時に一緒に笑ったり一緒に泣いたり一緒に怒ったりしてあげることはとても大切なことなんですね。本当に不思議な感じがいたしますけれども、じゃあ何のためにこの感情というものが与えられているのか、不思議ですね。考えれば考えるほど不思議なんですよ。なんで感情なんてものがあるんだろうか。皆さんそんなこと思われませんか。なんで私は喜ぶのだろうか、なんで私は悲しむのだろうか、なんでカープが負けるとこんなに辛いんだろうか、なんで勝ったらこんなに嬉しいんだろうか、なんで美味しいものを食べるとこんなに嬉しいんだろうかとかですね、大切な人を失うとなんでこんな悲しいんだろうかと、それは不思議に思いませんか。すごい不思議なことなんですよこれ。もうこれは実はですね、なぜ人間に感情というものがあってその反応するのかっていうことは本当のところよく分かってないんです。それで人間というのはこの感情に沿って表情が現れます、ね、皆さん嬉しい時は嬉しい顔します当然。それでですね、なんとこれは世界共通なんですよ、だから日本人の笑ってる顔の写真を持ってってですね、例えば、
アフリカのど真ん中でこの人はどういう気持ちですかって聞いたとしますよね。そしたら嬉しいって言うんですよ。逆もそうなんです。そういう研究した暇な人がいるんですよ。あの怒りの顔だけはね、なんとなく世界中で違うらしいですけど、それでも6割7割ぐらいは共通してるそうです。はい。日本人はね、怒りがなかなか顔に現れない民族なんですけど、それでもやっぱり嬉しいという顔は世界共通なんですね。文化が違っても言葉が違っても感情とその表現というものは同じなんです。やっぱりこれ神様がもともと全ての人類に与えられているものだなということをつくづく思いますね。でもなぜその感情というものがあるか、なぜ嬉しかったり悲しかったり悔しかったり辛かったり、ね、怒ったりするのか、正確なところは誰にも分かってないんですけど、私はですね、これは人生の味だと思うんですね。味、味、食べ物に味がありますよね。でも食べ物の味というのは本来必要ないものなんです。哲学的な話みたいですけど、なぜかというとですね、食べ物というのは、すいませんね、通訳が難しい話ですけども、まあ、長岡さんは上手にできると思いますが、その食べ物というのはですね、人間のにとってね、その人間の体を作ったり、維持したり調整したりするために口から入れるものですね。ですから基本的には別にこれ味がなくてもいいんですよ。だからもう病気になって全然その食べられなくなった人はどうするかっていうと、注射打ったり お腹の中に直接流動食入れたりするじゃないですか。で、必要なその栄養素とかがバランスよく入っていればそれで人間生きているんですよね。でも普段は違います。その甘かったり辛かったり酸っぱかったり、まあ、美味しかったりまずかったりするんですよ。これもよく考えたら不思議なことなんですよね。でその味でもって人間はこれが自分にとって必要かそうでないかと判断するんです。そしてその味でもって、満足したりそうでなかったりするんです。ただ感情というのも言ってみれば人生の味みたいなもので、嬉しいという感情があるから例えば一生懸命努力するんですね。もし嬉しいという感情がなかったら多分人間努力しません。あるいはこう後でお話しますけれども、この何かプレゼントしてその人が喜んでくれるからプレゼントするんじゃないですか。喜んでくれない人にはねプレゼントしたくないですよね、あんまりね。何を送ってもあの人は嬉しいかどうか悲しいかもわからないというのをプレゼントしたくないですけども、その人間が何かをしていくということにおいてはそこにやはり喜びというものがすごく大きな意味を持ってるんですね。喜びがあるから努力する。逆にその悲しみという、例えばですね、誰かが亡くなるとか、何かを失うとかという時には悲しいですね。で悲しみがあるからこそ人との付き合いを大切にしたり時間を大切にしたり持っているものを大切にしたりするということがあるんじゃないですか。まあ、ごく一部ですけどね、こういうことは。だ神様は私たちの人生をこの感情というものでやはり味付けてらっしゃると思うんです。感情のない人生は味気ないですよね。何をやっても嬉しくても悲しくも辛くもない。実はですね、そういう病気があるんですよ、感情障害といってですね、全く喜びを感じられなくなるという病気もあるんですよ。味がわからなくなると同じなんです。悲劇ですね、そうなったらね。でもまあ普通は私たちはそれぞれ程度はありますけれども、いろんな感情を持っていて、そしてそれを表して生きているわけなんです。ちょっと話が変わりますけれども、イエス・キリストもその短いしこの地上での生涯の間、まあ、聖書が記録しているのはごく一部ですけれども、実に感情豊かな方でした。まあ、前にもお話ししたことはあると思うんですけれども、イエス様結構お怒りになってますね。怒る方でした、弟子たちに対して、その不信仰であるとか、またお互いにお互いを非難していることであるとかですね、そういう時には厳しく怒られましたし、また立法学者たちに対しては彼らが偽善的であることに対して非常に厳しい怒りを向けられました。
そしてまた神殿で売り買いをしている者に対してはこの祈りの家をですね商売の場にするということでもう激しくお怒りになりましたね。またそうかと思うと悲しみを表されました。ナインという町に行かれた時に一人の未亡人のヤモメの一人息子が死んだ、ね、その葬儀をご覧になってイエス様は本当に深く悲しんで、その息子をよみがえらせたとかですね、あるいはエルサレムをご覧になって涙を流されたと聖書に書いてあります。神の町であるはずのエルサレムがこの神の思いから離れていることであったり、あるいはそれは人類の持っている罪深さ、あるいは自分が自ら十字架に向かわれることに対してさまざまな思いがこううごめいてですねエルサレムに向かうときにイエス様は深く悲しんで涙を流されたと書いてあるんです。そして有名なゲッセマネの祈りのときにイエス様はもう悲しみのあまり死ぬほどであると弟子たちに言われた。深い悲しみに打ちひしがれながら祈られましたね。そうかと思うともちろん喜びの瞬間もありました。聖書の中にはイエス様が喜んだとか笑ったという話は書いてありません、記録はありませんけれども、明らかに、例えば一番弟子のペトロがですね、あなたは神の子メシアであるという告白をしたときに、イエス様は喜ばれて、その彼の告白に対して、私はあなたにペテロという名前をつけよう、そしてあなたの上に私の教会を建てると言われました。あるいは百人隊長がですね自分の部下が病気で死にかけている、どうか助けてくださいとイエス様のところに行ったときにイエス様は行こうかと言われて、いやそうではない、もう来なくて結構ですと、ただお言葉をくださいと言ったときにその彼の信仰をですね、褒められました。明らかに喜ばれてですね、つまりこのイエス・キリストは私たち人間が神に対して正しい信仰を持った時にはとても喜ばれたんですね。その逆の時には怒りであるとか悲しみを持たれた、でもやはり感情豊かに生きておられたなということです。決して何か全てをなんか打ち殺してですね苦虫を噛みつぶしたような顔して生涯を送られたわけではありません。本当にこう笑ったり泣いたり怒ったりして生きられた。神様が人間に感情を与えられて、そしてその感情を私たちが与えられるままにその感情を生かして生きていくということを認められているということではないかと思うんです。それぞれに私たちはそうやってこの感情というものを持っているんですけれども、でもその感情というものはですね単にただ自分が嬉しかったり悲しかったりするというものではないんですね。これが非常に大切なことなんですけれども、聖書には喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい、この業界ではよく読む言葉ですけれども、そう命じられているんですね。喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい。これどういうことかというとですね、この感情というものはただその人自身がそう感じていればいいというものではなくて、誰かが泣いている、誰かが悲しんでいるんだったらその人と一緒に悲しんであげなさい、誰かが喜んでいったら一緒に喜んであげなさい。実はこの感情というのはその人の気持ちを表現しているものなんですね。分かってくださいということなんですよ、ね。たった一人でその喜んだり悲しんだりしているのはとても寂しいですよね。でも誰かが一緒に喜んでくれるとか、誰かが一緒に悲しんでくれる、よく言いますね。結婚式のスピーチなんかでよく言う言葉ですけれども、ね、二人が一緒になれば悲しみは半分に、喜びは二倍になんてね、実際その逆だったりしてね、悲しみが倍になって喜びは半分になったり、そんなことはないんですけれども、このつまり感情というものはその人個人のものであるだけではなくて、これ人と人を結びつけていくものなんです。そして私たちは積極的にその隣人の気持ちに寄り添っていかなきゃいけない。これが神様は私たちに願ってらっしゃることなんです。
またコリントの信徒の手紙の中には、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。これは教会を表しているんですね。教会というのはそういうとこなんですよと。一人が苦しめばみんなで苦しむし、一人が喜べばみんなが喜ぶんだ。で、神様はいつも申し上げているように、人を一人で作られたわけではありません。複数の人間が一緒に力を合わせて生きていくように計画されました。その中でですね、このそれぞれに与えられている感情、気持ちというものが、ただ一人だけのものではなくて、お互いを結びつけて絆を深めていくためにとても大切な要素として与えられているということなんです。なぜ感情が与えられたとかっていうことははっきりしないと申し上げましたけれども、ここに一つ大切なことが分かっているんですね。それは喜びとか悲しみとかっていうことを通して人と人は結びついていくということなんです。今この社会に起こっている問題は個人化なんですね。何でもとにかくですから、その中で私がとても危惧しているのは感情の個人化なんですね。一人で喜んだり一人で悲しんだり、その究極は何かというと、いわゆる、皆さん行かれたことがあるかもしれませんが、テレビなんかで見たことがあると思いますけどね、ネットカフェというのが広島にも結構あってですね、畳1畳ぐらいのところに、パソコンと椅子だけあるんですね。そこでみんな時間を潰してるんです。一人でインターネット見たり映画見たりして喜んだり悲しんだりしてる。あれほど不健全なものはないですね。でも似たようなことが我々の生活の中にもあるんですね。一人でテレビ見て、一人でなんかうまいもん食って、一人で喜んだり悲しんだりしてですね、寂しいでしょ。でもね、それは嬉しいことがあるのはいいです。美味しいもの食べれば嬉しいですけど、でも誰かと一緒にそれを共有するとですね、それは本当何倍にもなるんですよ。間違いなく喜びというものがね。今そうやってどん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 こう一人の満足というか、一人で喜んだり楽しんだり悲しんだり苦しんだり、そういうことによって人間の人格というものがどん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 こう干からびていってるというかね、そんな感じがしますね。自己完結してる。だから自分が悲しいとか惨めだと思うとですね、どん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 その世界が膨らんでいって変なことになっちゃうんですね。自分一人が苦しいんじゃないと思うと人間はそれを乗り越えることができるんですけども、自分一人が辛いと思うと乗り越えられないんですよ。皆さんそういうことは経験おありだと思うんですね。自分が苦しいと思っている時に、あ、誰かも苦しんでるんだと思うとですね、それを乗り越えられるんですよね。でもこの今の社会はどん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 個人化してますから、苦しみや辛さというものもどんどん個人化して自分の中に肥大化していくんですね。どんどん大きくなって、そしてそれを乗り越えられなくなっていく。非常に残念なことです。神様はそういう社会を作ろうと思われたのではないんですね。全ての人が隣人を愛し合って生きていく、神を愛し人を愛する社会を、お互いにいろんなものを共有して、そして心を共有していく、そういう国を作っていくように願われているわけです。で、赤ちゃんは感情を持って生まれるという話をしましたよね。で、どんどんこうだんだん成長していくと、自分がこう楽しいと思うことをやり始めます。なんか持って持ってガン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 ぶつけたりとかですね、だいたい親の嫌なことをしますけれども、あれはだから自分がこのやっぱり喜んでる、楽しいという、そういう気持ちでやってるんですね。自分の感情の赴くままにやってます。で、そのうちだんだんこの子供同士が集まって遊ぶようになりますけれども、しばらくの間は子供は一緒にいてもですね、一緒に遊ばないんですよ。平行遊びといってですね、それぞれが勝手に遊んでます。多分あそこの母子室にいる子供たちはそれぞれが別の遊びをしていると思います。あそこで共同に遊んでるということはまずないですね。じゃあみんなでじゃんけんしてかくれんぼしようというふうになるのにはもうちょっと時間がかかるんです。つまり感情の共有が起こらないんですね。だから大人になっても
そういうことを私たちはするんですよ。だから大人になるということは一緒に楽しんだり一緒に喜んだりすることができるというのが大人ですから。でも大人になってもですね、もうそれぞれが自分の楽しみや喜びをただ見つけてそのことばかり追求していたとするならば赤ん坊と何の違いもないんですよ。平行遊び社会です、これだから。私は今日名付けました。本当平行遊び社会。それぞれが自分で好きなこと、楽しいことを見つけて、それで満足してるんです。そのために神様は喜ぶという気持ちを与えられたのではないんです。そうではないんです。神様は私たちが共に喜ぶ。教会はまさに心を共有する場でなければなりません。共に祈り合うケアグループは本当にそのためにあるんですね。もちろんケアグループを超えてもう誰とでも一緒にその重荷を追い合う祈り合う教会はその喜びもたくさんあるし悲しみもたくさんあるんですよね。自分一人の悲しみで済まないわけですから、いろんな人の悲しみも一緒に背負う。でも一緒に背負うことによってそのお互いの悲しみを軽くすることができる。また一緒に喜ぶことによってその喜びが何倍にもなっている。そしてこのジョイジョイクラブというのをですね、今年からこの教会で、作りましょうという話をしてるんですけどね。まだ、この間絵手紙のクラブが、始まったということですけども、これはですね、何でもいいからとにかく一緒に楽しみましょうというものですね。ね、ぜひ皆さん考えて作ってほしいんですね。一緒に喜ぶ、ね、何でもいいです。で、自分一人が喜んでいるだけではなくて誰かを巻き込んで喜びましょう。人間として成長していくっていうのはそういうことだと思うんですよ。ただまあ自分だけが喜んでいるということではなくて、誰かも一人でもいい二人でもいい、私と一緒に喜ぼう、一緒に楽しもう、ね、ぜひそういうクラブをですね、作っていただきたいと思います。そうすることによってお互いのこの信仰も成長していくと思うんですね。だから喜ぶ人から喜ばせる人へ、これが人間の成長だと思います。ただ喜んでるだけではなくて誰かを喜ばせていく、そこにクリスチャンのあるべき姿があると思うんですね。イエス様も使えるものではなくて使えられるものではなくて使えるものになりなさいと言われました。使える人というのは何かというと喜ばせる人なんですよね。違いますか？使えるっていうのはその人を喜ばせるということです。私たちは常に使えられることを願ってるんです。喜ばせてもらいたいと思ってるんです。もうそうじゃなくて誰かを喜ばせようじゃないか。それで先ほどの話ですけれども、このなくした銀貨の例えですね、この女性は銀貨が見つかった時に自分一人が喜ばなかった、ね、みんなを集めて一緒に喜んだ。私はこの姿勢がとても素晴らしいと思うんですね。ですから何か見つかったら一人で喜ばない、ね、何か手に入れたら一人、一緒に喜びましょう。一緒に喜んでください。一緒に楽しみましょう。そしてさらにこの話はですね、一人の罪人が見つか悔い改めた時には神の天使たちの間にも喜びがあるというんですよ。不思議ですね。これ神様はその私たちの間に喜びがある時にその神様も一緒に喜んでらっしゃるというかね、天でも喜びがある。私たちが誰かと喜んでいるときには神も一緒に喜んでらっしゃる。この喜びの共有というものがただこの地上のレベルだけじゃなくてですね、この神の国との間にも行われているんです。
から素晴らしいことなんですね、一緒に喜ぶということは。神様は私たち一人一人がどんな状態にあるかということをご存知です、ね、喜べないという時があることもご存知でしょう。でも自分が喜ぶことではなくてですね、誰かを喜ばせていくというその姿勢を喜んでくださるんだと思うんですね。最後にカール・ヒルティの言葉を読んで終わりたいと思いますが、まあ、ヒルティというと眠らぬ夜のためにというですね、途中で誰でも寝てしまうという有名な本を書いた人ですが、まあ、もちろんね、クリスチャンで、哲学者でもあり、さまざまな領域で業績を残した素晴らしい人ですけれども、幸福論という本を書いています。教会の図書館にもあったかな大変下に飛んだ本ですけれども、その中でこういうことを言ってるんですね。喜びということについて、喜びはある程度まで努力して作り出すことができると、しかもごく簡単な方法によってできる。喜びはある程度まで努力、これちょっと翻訳がいまいちですけど、まあ要するに簡単な方法で作れるんだよと、喜びというのは、第一に自分の持っている良いものに目を向け、その価値を認めて感謝することである。まず自分の持っている良きものに目を向け、その価値を認めて感謝することである。感謝は喜びに極めて近いって言ってるんですね。ああもう喜びがないなーなんてね、思われた方、自分に与えられている良きものに目を向け感謝をするときに喜びが湧いてきます。先週どうですか、皆さん何か喜ばれたことありましたか。はい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 っていう人誰もおりませんが、もうね、嬉しくてしょうがなかったみたいなことはなかったですか、ね、喜びは。このお喜ばせてもらうということの前に、もうすでに、つまり私たちの中に喜びがあると言ってるんですね。でもそれに目を向けなきゃいけない。目を向けて感謝をするときにまず喜びが、だからそれほど努力しなくてもあるんですよということなんです。もう一つ言ってるんです。次には他人に喜びを与えること、まあ、いかにもやはりこれはクリスチャンのヒルティの言葉だと思うんですけれども、ただ自分の中にある良きものに目を向けて感謝するだけではなくて、他人に喜びを与えることで自分がの中に喜びが生まれてくると言ってるんです。これは誰でも病人でさえもできることであり、人に親切にする機会は常にどこにでも十分にあると。たとえ病気であっても入院をしていたとしても、誰かに親切にするということはできることじゃないか、ちょっとした親切、ちょっとした善意とか感謝とか、そういうことによって人を喜ばせることができる。人を喜ばせることによって自分の中に喜びが生まれてくる。クリスチャンのあるべき順序ってそうだと思うんですね。喜ばせてもらったら喜ばせてあげるではなくて、喜ばせてあげることによって自分の中に喜びが生まれてくる。与える方が受けるよりも幸いだというのは、こういうことにも通じるんじゃないでしょうか、ね、喜ばせてほしい、ねえ、楽しませてほしいという気持ちではなくて、どうやったら誰かを喜ばせてあげることができるだろうか、楽しませてあげることができるだろうか、ね、そう考えていく人生は本当に素晴らしい人生だと思いますよ、ね、神様はもしかしたら私たちがどれだけ多くの人を喜ばせたかということを見てらっしゃるのかもしれません。まず自分の中にある良きものを見つめて感謝をする。そして他人に喜びを与えることによって、一緒に喜ぶことによってですね、私たちの喜びは何倍にもなっていくのではないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を賛美いたします。あなたは私たちに喜びを与えてくださいました。まずあなたが私たちを喜ばせてくださった。でもそれは私たちは今度は誰かを喜ばせるためであります。
あなたが私たちを本当に愛して喜ばせてくださったように、私たちも誰かを愛し喜ばせていくものとなることができるように、そしてあなたから与えられているこの日々において、不平や不満ばかり多いものでありますけれども、本当に主にある喜びをいつも満たしていく、そのような生活を送らせてください。そのためにどうぞ誰かを喜ばせていくものとならせてくださるように、どうか一緒に喜んでくださいと言えるものになりますように、皆によってお祈りをいたします。アメン。